まあ、あれはでも、まあ、あれでね、できた時に結構いろいろ問題もあったけど、そんなにやっぱ導入して成果もあったみたいだし、よかったかな、ね。なんかどんどんいろんな車両に導入されてますからね。そうそうそう。男性専用車両はねえのかみたいなことをなんか言ってる人もいましたけどね。台湾あたりだと、うん、逆にこう女性専用車両が、うん、女性差別だと、まあ、男女平等ではないと、そんな意見もありますからね。うん、内側に女性平等といっても平等というのであれば、逆にレディーファーストという言葉はいらないわけです。何？レディーファーストという言葉はいらないわけです。まあね。女の子だからごちそうしてとかですね。女の子なのに、女の子だから力仕事はやらないとかですね。女性優先とか、ね。まあ、世の中でも、女の人をやっぱ中心で動いてますよ。なんでも。うん、許せませんね。もう本当にね。本当に男尊女卑は嫌いですけど、うん、女尊男卑も嫌いですね。でもまあ権利としてね、女の人もなんていうのか、あんまりこう差別じゃないんだけど、なんかどうしてもってとこあるんだろうから、うん、そこはまあ社会的に改善していかなきゃいけないのかなと思うけども、大体男のくせにとかっていう女がですよ。ああ。男のくせにこういうこともやれないのとか。ああ、そんなこと言っている？いますよ、結構そういう女。そういう女がですよ。逆にですよ。そんな女がですよ。とか言って。そんな女がですね、もう。うん、女呼ばわりですか。本当に。女が熱くなってきましたね。女の権利とかね。ああ。もう意味なのかよ、本当に。本当のこう男女平等というのはですよ。うん。浅尾美和ちゃん、僕と付き合ってください。意味がわかる。どういうまとめ方なの。このラジオ聞いてたらぜひね、連絡ください。浅尾美和じゃなくて河合俊一の方にしたらどう。いや、あれ、本物とかの話が。いや、そういうこと言っちゃいけない、ね、でもなんか貢献になるでしょ、浅尾美和。らしいですね。惨敗した後とかは、こんなんじゃいかんって言って、ね、だからそういうビーチバレーを普及させるってことでも、うん、まあそういう人気を利用してね、うん、そういうなんか責任もになってんだから頑張れというようなことは言ってました、ね。なんで浅尾美和さん、このラジオ聞いたらぜひ連絡ください。絶対聞いてないですか。大丈夫です。ぜひ一度ドナさんでお食事しましょう。そうですね。この時もちろん男女平等なんで割り勘でね。ごちそうしてあげましょうよ。いや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 い
本当にこんな口長くて誰々って話ね。ね、ということで、まあ、ノアチの今日も気になる女は、まあ、じゃあ、最終的には、2個隣にいる女の子ということだね。でもっと 広い野望といえば、まあ、朝を見ようと。でもやっぱり、滝川クリスというさんも、まだ話広げようですよ。食い中りょうこさんもいいですね。いや、じゃあ、山本もらさんって。いや、ちょっと彼女はね、嫌いじゃないんですけども、うんうん、ちょっと無垢じゃない。もうなんか言われ放題ですね、皆さんね。何様なんだろう。ノガッチっていうのは何様なんだろう。ノガッチっていうのはこう、ノガッチ国帝王でございます。帝王なのね。はい、国って一人しかいないでしょ、国民はですね、自分オンリーでしょ。のとがと、ちっちゃいとちって4人。うん、つまんないこと言ってますね。はい、ということで、まあ、この辺の話はこれ終わりにして、はい、まあ、もう、ほんと17分ぐらいになってましたよ。10分の番組なので。切らないで聞いてね。まあ、20分ぐらいで終わりにしましょうよね。はい。うん、ということで、まあ、最後、じゃあちょっと、はい、ヨッシーの、小ネタ集2007夏ってコーナーも一応あるんですけど、ヨッシーの小ネタ集2007、もう秋ですけど、あ、もう秋ですね、はい、オータムですね。オータム、オータムとフォールの違いを まだに分かってないんで、僕もなんか聞いたことはあるんですけども、まあ、うんうんうん、まあでもスイングサマーオータムウィンタービーワンガンスキーヤーとかそんな歌あるんですよね。ワンガンスキーヤーね、少年隊とかの、まあ、少年隊ね、もう中年隊なのにね、うん、彼らもオータムって言ってますから、うん、オータムでいいんじゃないですか。あ、そういうオチなんですか。
なんかフォーリンラブじゃないけど、なんか恋に落ちてフォーリンラブってあるでしょ。だから落ちるですから、うん、落ち葉とかが落ちるから来てるんですかね。こう、全く違ったら恥ずかしいですね、これね。あ、まあね、ってことで、まあ2007夏じゃねえよと。もちろん秋になったら2007秋にしようと思ってたんですけどもね。はい、まあ、で、まあそうですね、今日はどんなお題で。じゃあまず女子高生。また女子高生だ。はい。なんか女子中学とか女子高生とか。おえ、そうですね。まあ、もうのはね、女子高生というと年齢に制限されるものじゃないから、はい、別に45歳のおばさんが入学しても女子高生でしょ。まあそりゃそうです、ね、45歳のおばさんが女子高生来てもいいでしょ。まあしょうがないですよ、ね、で今日体育の時間は高齢気象があるんで休んでもいいですかしてもいいでしょ。別に否めないですけども、僕が言いたい女子高生っていうのはそういうのじゃなくて、うん、やっぱりこう16歳から18歳ぐらいの、偽物の絵、偽物の笑みで親父と腕組んでるような。例えば、じゃあ野町君は塾の講師やってるから、はい、まあ、高校の先生っていう家庭だね。はい、それで、まあ、あのクラスの20人ぐらいの女子が、はい、みんな、まあ、50歳ぐらいのおばさんそういうシチュエーションで、先生先生とかもみんなうるさいだけどぐちゃ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 喋ってちょっともうおやつの時間しお目覚めしましょうよとかなんか言っちゃったりして、はい、ランチどこ行こうかしらとかなんか言ってうるさいうるさいうるさいみたいな、どうか面白いと思いますね。不愉快ですねこんなののために、まあ、こんなのって言い方してるんですけども、こんなののためにそこの先生になったわけでもないわけです。でもみんな実はすごい綺麗なあのおばさま、お姉さまじゃないの、なんですか、デヴィ夫人のような。ああ、だって微妙なとこ聞いてないですね。ダメですかね。まあ、例えば極端な話、まあ、おばさんってのは失礼ですけど、はい、例えば、そうね、クロンキュ、ひとみさんみたいな人が20人ぐらい。それは楽しいでしょ。楽しくて仕方ないです。でも、まあ、例えば、そうね、市原悦子さんみたいな方が20人いて常にこのとされてるからね生活をね、職員室を覗いてるみたいなね、もう机の下にもみたいなのね高校生が見たみたいな、トイレもなんかこの台の方に隠れてるとかね、ありとあらゆるところが覗いてるとか怖いですね。困りますね、まあ、そんなが困ったら面白いなと、うんうん、まあ市原悦子さんもとても可愛いね、まあそうですね、かわいらしい女性ですよね。女性ですけどね、うん、まあどうしてもお家に使ってしまって申し訳ないですけど、まあそういうふうに捉えられやすいいいキャラクター。そうですね、以前金子さんも分かってたりしたんですね。いやー、本気でぶん殴られそうな気がしますからね。そうですね、でも若い男の人だけが多分好きだから、まあ、えなり君もできてんじゃないかっていう話えなり君とえなり君とかえなり君やるな。いやいや、芸能界怖いですね。お父さんってね。まあね。何かもなんか、はい、なんだっけ、なんか美人演奏家みたいな、なんか噂になったもんね。いや、羨ましい。でもあれ、あの報道とか、マスコミの報道、まあ、要は野球のニュースとかのタイトルですよね。そのえなりかずき美人ちゃんとかと熱愛家みたいな。何でも美人でつければいいと思ってますよね。確かにそうだよね。まあ、そこはタレントさんじゃなくて、スポーツ選手とか、はいはい、ちょっとそういう別に美貌を求められてないところの人だと美人でつけやすいんですよ、うん、あもちろんある程度ね、見た目も良くないとつけられない、美人会社でも大か、ね、そうついた方が面白いですからね、美人のガッチですよ、ね、美人のガッチって意味が分かんないあのガッチですよ、のガッチじゃないですよ、のガッチですよ。ところなのそのこだわりは何なんですか。たまにいらっしゃるのがですね、のガッチをなんとかのガッチさんだと、例えばジョナさんのガッチさん、うん、よく見るわかんないけど、まあ、なんとかのガッチさんなんです。ガッチするのガッチ、あまあなんか前に言葉がついてると紛らわしいわけね。そうです、だからそのなんとかのっていうのを助詞に捉えられてるんですよね。あなるほどね、女子じゃないですよ、女子ですよはい、ということで、もうほら、もう23分くらいになっちゃいました。終わら